はい、こんにちは、キリンです。今回はですね、 YouTuber 草薙剛に警告をしていきたいと思います。はい、で草薙剛さんなんですが、本日ですね、ヒカキンさんと、フィッシャーズさんと、はじめしゅちょーさんの動画に、動画に出てまして、まあ、コラボしてました。で、まあ、動画自体はですね、すごく面白かったなと思って、単純に。まあ、ヒカキンさん、はじめしゅちょーさん、フィッシャーズさんの各ですね、各 YouTuber さんの、まあ、代表作みたいなのを、なんていうんですかね、もう一回草薙さんと一緒にやろうみたいな感じだったんで、普通に楽しめました。はい。で、草薙さんもですね、すごいノリノリで、なんかメガネクイクイクイとかなんかよくわからん、なんかギャグみたいなのもなんか新しくやってまして、なんか面白かったですね、普通に。はい。っていうことなんですけど、ただ、まあ僕は草薙剛さんについて大きな懸念を抱くことになりました。はい。まあこれ何かというとですね、まあ草薙さんは、まあその3本の動画すべてにおいてバズりたいと。いう言葉を発しています。はい。もう、バズりたい。バズりますかね？バズりたい。さらに、インムネタまで使うことによって、再生数を取りに来ています。はい。まあ、こういったですね、バズることに対してかなりの執着をしているような状態です。まあ、バズるとはつまり数字ですね。再生数を求めている。登録者を求めている。あ、ちなみに草薙剛さんの YouTube チャンネルもすでに開設して、動画はまだないんですが、もうすでに僕が見た時点では3万人ぐらい登録者いました。ということで。はい。で、ちょっと話はそれたんですが、まあ、草薙さんはとにかくですね、数字ばかりを追い求めて、今、自分が楽しめる動画を作る。そして視聴者さんに楽しんでもらう動画を作るということをすっかり忘れてしまっています。そして数字を取ること、人気を取ることだけが目的となっている状態です。つまり、このままいくと草薙剛さんはバリューに手を出して第2次バリュー騒動を起こすことになるでしょう。気をつけてくださいということでした。はい、ということで動画見てくれてありがとう。せーの、スマッピュー。Thank you.